動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber 七種のアダリーペンギンが動物に関する情報を発信することで、リスナーに実際に動物園や水族館に行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。あーもう日曜日だからもうやだなーなんて思ったら、今日土曜日ですね。そう、毎週金曜日になってるとこうやって時間が狂っていくわけですよ。まあ大変ですね。なんかこうやって一旦狂うとちょっと元に戻すのが大変かもしれないですけども、まあ一日休めるっていうことで、なんか他の作るものに、こう切り替えていかないといけないななんて思うわけですよ。ほんで今日は福岡県を中心にチェーン店を展開するどんどん亭さん、まあよく VR バーチャルリアリティの世界に来るどんどん亭のキジタマカエシちゃんという、人いるんですけども、その人のお手伝いをねちょっとだけするっていうので、まあ、ツイッターにもリツイートしとこうかな一応。はい、まあ、ちょこっとだけなのでね、僕らメインでは全然ないので、はい、全然ないので、まあ、関係ないからね動物ね。で今日はちょっと、まあ、買い物とかも行ったけど、まだ咳が残ったりとかさ、体調が悪かったからさ、これ格好のせいかなと思って、もうそろそろ半袖半ズボンも終わりかなって思ってんだけど、だよね、もう衣替えした方がいいな。もうこれ終わったら着替えよ、寒いのかもしれない。ちょっと風邪気味でね、ずっと治らないから、今までずっと寝てたけど治ってないからさ、もうしゃあないなと思って。だからまあ皆様、衣替えというか、僕は衣を変えるってなると、まあ人間にこう皮を剥がされないといけないので大変なんですけども、まあやろうかなと思います。まあ、皆さんも体調というか服装とか格好気をつけてね、そこから風邪になる可能性ありますから、僕はちょっと現にそういう状況なので気をつけないといけないななんて思っております。さて動物の話していこうかと思います。外来種を駆除するため、黒い悪魔が3000年ぶりにオーストラリア本土へ帰還。いいですね、黒い悪魔ってなんかガンダムみたいでいいですね。あれ白い悪魔ですけど、何の話だっていうと、自然保護団体 OG アークは5日、絶滅危惧種のタスマニアデビルをオーストラリア本土の野生に戻すことに成功したと発表しました。タスマニアデビルっていうのは、まあ、名前の通りタスマニア島にしか生息してないんですけども、本土への帰還っていうのは3000年ぶりとなるということでございます。で、タスマニアデビルっていうのは多摩動物公園にしか日本だといませんけども、体長50センチから60センチ、体重8キロから12キロの小型な、まあ、ネズミのような、犬のような顔した生き物なんですけども、もともと名前の通りタスマニア島にしかいないんだけども、3000年前に、ディンゴ、まあ、野生の犬ですね、野生の犬との争いに敗れて、オーストラリア本土から絶滅したということで、もともとオーストラリアの本土にもいたんですね。で、また、人が大型動物を過剰に狩猟したことでタスマニアデビルの食料がなくなったことも一因と言われています。でタスマニアデビルの食料って基本的にまあ自分で狩りもしますけども、死んだ動物の肉だったりとかっていうのをバリバリ食って、骨も食えますからこいつら、歯が強くて、で食べたりするんですけども、まあ、そういう食べ物が人間のせいでなくなっていったっていうのもあるということでして、でタスマニア島のタスマニアデビルの数が減ってるっていうことで、まあいろいろと保護活動もしてたんですけども、1990年代に顔にできるデビル腫瘍、デビル悪性腫瘍だったかなっていう病気が流行っちゃって、タスマニアデビルが顔に腫瘍ができて、でご飯が食べられなくなったり死んじゃうっていうことが増えたんですね。まあパンデミックですよね。パンデミックが起きちゃって、この10もともと15万頭いたタスマニア島のタスマニアデビルっていうのも最終的に今2万5000匹までに数を減らしちゃったんですね。まあだからいろいろとこうその病気に対しての抵抗だったりとかっていうのを、まあ、克服したんですけど、なぜか克服しちゃったんですけど、これがまあ理由がよく分かってなくて、まあ、その抗体を持ったんじゃないかとかっていうのと、あとはその顔面を、タスマニアデビルの挨拶っていうのは顔面を噛みつき合うっていうのが挨拶なんだけども、そういうコミュニケーション能力の低いやつが生き残ったんじゃないかっていう、だといいね、だといいな。なんかちょっと そこだと僕ら人間、まあ僕はペンギンですけども、人間にもなんか救いがあるんじゃないかなって思いますよね。ね、はい、
プロジェクトチームは10年間かけて本土に戻すためのタスマニアデビルを飼育しますしていますと。で今年3月オーストラリア東南東部シドニーにある、バーリントントップス国立公園の保護区に15匹のタスマニアデビルを放しましたと。でまあその、タスマニアデビルの、放した後が、良好だったということで、まあ、今後は、40匹を放すっていう計画をしているそうですね。でまあ、この再導入っていうのはもともとオーストラリアの本土今、野生の猫、まあ、野生化した猫ですねだったりとか、キツネの数っていうのが、問題になってて、こいつらが自然動物もともとオーストラリアにいる生き物たちをバンバン殺しちゃうんですね。で生態系のバランスが今崩れてるっていうことなんですけども、まあ、この、猫だったり、キツネの数をコントロールしてたのが、まあ、もともとはディンゴだったんだけども、ディンゴも今いなくなっちゃってる。でタスマニアデビルを導入したことによってそれがコントロールできるのかっていうと、まあ実はこの実験をしててタスマニア島に外来のキツネを6回ほど導入して試してみたんだけども全部定着しなかったと。でこれはタスマニアデビルがコロニーを形成してキツネが住み着くような場所を潰してたからっていうふうに言われておりまして、なので、まあ夜行性、まあ、猫は夜行性ですけども、タスマニアデビルも夜行性で、で活動時間が被ることによって猫、まあ、猫よりもタスマニアデビルの方が強いですから、タスマニアデビルに合わないように行動するようになるから被害が減るんじゃないかというふうに期待をされているわけでございますね。まあ、なので、まあ、そういう意味で言うと外来種をオーストラリアの生態系を守る、外来種からオーストラリアの生態系を守るという目的で、期待されるわけなんでございますけども、まあどうなんでしょうね。それが成功するかしないかっていうのはまた別の問題かもしれませんけども、日本だとねハブとマングースの、話とかもありますけども、うん、まあそこまで本当に人間がコントロールできるのかどうかっていうのはちょっと疑問ではありますけども、まあもしそうやって生態系が回復するのであれば、嬉しいなと思いますけども、まあ一番の原因は人間だと思いますから、まあ、そこはやっぱりそういう姿を見て人間がいろいろ変えていってもらわないといけないかななんて思いますね。ということで、今日はオーストラリア本土にタスマニアデビル再導入っていうそんなお話をさせていただきました。